内目覚醒側、または、毛子だ、毛子だとは、上眼腱が打ち、目角を覆う部分にある皮膚のだ。この特徴を表現する言葉としては、他にまぶた花だがある。内目覚醒側と密接に関連した、主な顔の特徴に、微量がある。他の条件が同じなら微量が低いほど、内目覚醒側になりやすく、また逆に、内眼覚醒側があれば微量が低いとも言える。 内目覚醒側が生じる原因は、地理上の血統、年齢、病的な理由など様々である。ナミビア、三人の少女。南部アフリカに住む、三人の間では、内眼覚醒側は、ありふれたものである。内目覚醒側のある、サーミジンイエンスビックマーク東アジアの人々では、内目覚醒側のある顔が、典型的であり、中央アジアの人々の間でもありふれたものである。 南部アフリカに住む3人の特徴ともなっている。アメリカ先住民のうちのかなりの人でも見られる。さらに、ヨーロッパの少数民族にも比較的よく出現することがある。スカンジナビア人、サーミ人、ポーランド人、ドイツ人、アイルランド人及びイギリス人など、女性や子供で顕著に見られ、加齢とともにはっきりしなくなる傾向がある。人はもともと体内では、 内目めか側が発達している。しかし、胎児のうちに、妊娠3内子6ヶ月で、あるいは出生前には、消えることが多い乳幼児でも微量が流起する以前には、見られる場合がある。1 0点以上の表現型として、内眼がん側が見られる場合がある。微量が成長して前方に伸びるのを阻害するような、病態が、これに関連している。 ダウン症候群患者の多くに見られる特徴の一つに、際立った内目覚醒側がある。1862年に、イギリスのジョン・ランドン・ダウンは、現在では、ダウン症候群と呼ばれる疾患を分類した。彼は、ダウン症を持つ子供は、ブルーメンバッハの、いわゆるモンゴロイドと同じ身体的顔形的な、共通性があるという考えを持っていた。そこで当時流行の、こうした、 民族理論に基づいて、モンゴリズムという故障を用いた。もう故障という用語は1970年代初頭までは使われていたが、無別的で、しかも不正確なものとみなされるようになって、今では通常用いられていない。ゼルウィガー症候群でも内目覚醒側は特徴的である。他に内目覚醒側を呈するものとして、対治性、アルコール症候群、 フェニルケトン尿症、ターナー症候群などがある。内目覚醒側の形成は気候的要素が原因であり、その出現は人類史上で一回だけではなかったという仮説がある。性による出現の差もこの特色の進化に影響を及ぼしたであろう。進化上の適応に対する遺伝学的な裏付けもよくわかっていない。ありがとうございます。